ファイル2話ってことかな。こっからか。これあれか、始める前はこのキリッとしたコナン君で、ランクによってこれ表情変わるんかな。前回マンションついただけやったけど、チュートリアルのファイル1は S ランクやったからめっちゃニコニコで、ファイル2、あ、そう、これコインはまだ使えないんか。じゃあ、ファイル2、マンションに入ったところからかな。第2話って感じだね。わあ、素敵なお部屋。なんだかすごいね、ビップアップ使いって感じで。そりゃそうだろう。今日の竣工式はマンションの販売を兼ねてるんだし、あの川島って男はマンションの販売会社の人間だろうからな。あっちとしては客への接待のつもりなんだよ。少しでもご機嫌をとって部屋を買わせようって魂胆だろう。あ、そっか、そうかもしれないね。まあ一晩も泊まれば購買意欲も強くなると踏んでるんだろうさ。ねえねえ、こっちに階段があるわよ。すごい、この部屋メゾネットになってる。メゾネットって何や。しかしまあ高そうな部屋だよな。ちょっと見て回ってみるか。あ、探索ができるんか。ここはダイニングルームってやつだな。さて、ずいぶん広い部屋だけど、どこを調べようか。玄関に行ってみようか。調査パートについて。調査パートとは、画面左下に現れるスポットと呼ばれる選択肢の中から、プレイヤーが任意に選択した場所や物を調査して新たなファクターを入手するゲームパートのことです。スポットの選択は十字ボタンで行います。こっちに行ってみようか。向こうはキッチンか。選択したスポットを調査するには A ボタンを押して決定します。動けるわけじゃないんや。広いキッチンだな。システムキッチンってやつだ。これね、もうほぼ20年前のゲームだよね。2005年とかのゲームだと思う。他はどうなってんのかな。このようにしてスポットを調査し、必要な情報を見つけ出してください。なるほどね。どっから行こう。玄関、こっち、キッチンかな。2階に行ってみようか。こっちに行ってみよう。ここはリビングだな。応接間ってやつだ。他はどうなってんのかな。あ、これも時間あるんや。サクサク行こう。じゃあ玄関、ここは玄関だ。ちなみにそっちはシューズインクロークってのになってる。次はこっちに行ってみよう。こっちには何があるんだろう。あ、玄関行ったら次の部屋に行っちゃうんや。そっちを見てみようか、こっちに行ってみようか、こっちに行ってみよう。ここは洗面所だな。洗濯機なんかが置いてある。その壁戸の向こうは、うわ、大理石のバスルームだ。すげえな。隣にはシャワー室まであるぞ。うん、ここはもういいな。こっちには何があるんだろう。そっちに行ってみようか。じゃあなんだ、トイレか。他を見よう。トイレなんか普通のサイズやったな。あ、で戻ってきて、こっちには行ったし、じゃあキッチンかな。そこはもう調べたな。あ、そっか、
ノーヒット、ノーヒット出しちゃった。そっか、ノーヒットが出るんか。じゃあ2階に行こうか。最初のリザルトに影響しそうやね。2階に来たぞ。ここにもリビングがあるのか。家具備え付けとかすごいよな。へぇ。1階と2階が吹き抜けになってるんだな。これがメゾネット？そっちの方は何があるんだろう。こっちは、あそこのドアは、こっちは、こっちの方には、こっちとそっちがあるんちゃう、また。あそこか、あそこのドア、そこのドア、こっちのドア。まあ、あそこ行こう。和室？他の部屋は？そこのドア入ろう。時間が減っていく。ここは寝室か。他の部屋は？こっち。もうマジでどこに何があるかわからん。ここは書斎っぽい作りだな。別のところを見てみよう。もっと調べようや。そっちの方は何があるんだろう。あそこのドア。ここは寝室なのかな。っていうより、ワンルームマンションの一部屋みたいです。確かに。こんなところか。しかし結構広い間取りだな。確実に2世帯は住めそうだ。お、部屋の間取り。おいこら、あまりちょろちょろするんじゃねえぞ。事件起こってないからいいやんな。はーい。たく、俺たちは仕事で来てんだ。それを忘れるなよ。仕事やったんやっけ。はは、おっちゃんもな。あ、そういえばさっきもらった部屋の鍵ってちょっと形が変わっているわよね。あ、こいつはディンプルキーってやつだ。あのボコボコのやつか。あ、僕知ってるよ。最高の防犯性能を持つ鍵のことでしょう。不正に鍵を開けることは不可能なんだよね。絶対密室で何か起きるやつやん。へえ。コナン君よく知ってるわね。あ、これ。お前ほんまに子供かの時の顔やらんが。たまーに、新一じゃねって時にする顔。この間の新聞に出てたんだよ。あははは。まあ、何せこれだけのマンションだからな。セキュリティには力を入れてるだろうさ。そうなんだ。ねえねえ、依頼人の人ってどうしてるのかな。もうこのマンションには来てるはずでしょ。藤井さん？そうね、私たちよりは先に来てるはずよね。竣工式が始まれば会えるだろうよ。藤井さんか。それ依頼の話まだしてないよね。本件の依頼人、藤井秀美さん。なぜ彼女は、あんな妙な依頼を俺なんかに持ってきたんだ。金髪。藤井さん、こんにちは。毛利探偵はいらっしゃいますか？出た出た出た。うわ、すっげえ美人。コナンがね、年上の女性を見た時に言うやつね。どうぞこちらへ。あら、毛利さんの助手の方ですか？可愛らしいこと。あ、いえ。娘の蘭と言います。お父さん、お客さんよ。藤井秀美さん、IT 企業の社長さんですか？はい、アメリカにあります。株式会社 ELG の社長を務めております。藤井秀美。今まで出てきたけど、コナン、小五郎、
ラン以外の名前誰一人覚えてない。それは立派なお仕事ですな。ちなみにその IT というのは何でしょう。コンピューターやインターネットに関する技術のことで、この2つの技術に関連していると IT 企業って呼ばれるんだよ。はあ。でも我が社ではそのようなサービスの提供ではなく、セキュリティ用のソフトウェアを開発しておりますので、ですからインターネットに関してもその構造のごく一部に対して技術提供を行っております。難しい話やな。なるほど。だけどさっぱりわからん。相変わらずコナン君はいろんなことに詳しいわね。また出たこの顔。えへへ、雑誌で読んだんだ。テレビ、雑誌、いろんなところから情報を仕入れてるよね。あら、可愛らしいだけじゃなく随分賢い坊やですのに。さすがは名探偵の息子さんだわ。は、いえいえ、そうじゃなくて、なんというか、要するにこのガキは居候みたいなもんでしてね。はあ、コナン君はうちで預かっている子なんです。なもんだから妙なことに詳しくって、説明になってない。そうなのですか。それは失礼をいたしました。いえ、分かってもらえれば。でも、はい、まだ何か。あ、いえ、なんなんやろ。やはり今の時代の子供はコンピューターには詳しいです。きっと今の子供たちが大きくなる頃には、大きくなりました、私たち。IT は当たり前の存在になっているでしょうね。マジで20年前やもんな、このゲーム。あ、実は高校生なんだけどさ。おいおい、まだこの話が続くのか。そろそろご用件を伺いたいのですが。あ、ごめんなさい、つい関係のない話で盛り上がってしまって。関係のない話は今度ゆっくりと二人っきりで。お父さん、バカ、冗談だって。嘘つき、めっちゃ責められてる。これ今回のサムネにしよう。実は私、伊豆にリゾートマンションを建てたのです。建てたんか。この人が建てたんか。ほう、マンションですか。さすが IT 企業の社長、金持ってんな。ところが、マンションを建てた土地に良くない噂がありまして。良くない噂と言いますと、これからもっと増えるよ、事故物件エピソード。その土地はかつて自殺の村と呼ばれていたそうなんです。 TikTok 大丈夫かな。文字大丈夫かな。モザイクする。え、はあ、自殺の村。じゃああんま言わんといて。ガイドライン怖いから。呪われた土地だと。ひ、コナンっぽくなってきたけど、どういった噂なんです。はい、それが様々なんですが、例えば崖から村人全員が海に身を投げたとか。取得ファクター、崖から海に身を投げる。その遺体で浜全体が埋まってしまったとか。えぐいな。そんな村人全員が一斉に首を吊ったとか。飛ばそう。おいおい、別の噂によるとお風呂場で一斉に手首を切ったとか。ダメや、ガイドラインに引っかかりそうや。村人全員が猟銃を撃ってピーしたとか。ひぃ、私が聞いた話はこんなところですが、都市伝説のようなものですな。伊豆にそんな村弱ったな。だとは思うのですが、藤井さん、都市伝説というのは、その大変が、根も葉もないデマというのがほとんどです。ですが、私にはそれが単なるデマだとは思えません。デマでなかったとしても、そこまで心配する必要があるんでしょうか。私、不安なんです。ふむ。
私ずっとアメリカで IT 関連の仕事をしていて、去年帰国したばかりなんです。つまり自殺の村については何も知らなかったと。はい。何年ぐらい日本を離れていたんですか？そうですね、15年近く離れていました。おお、15年もですか。失礼ですが、年はおいくつですか？失礼やな。確かに15年。あ、はい、33です。見えない。15年、18の時にってことか。ずいぶん若い時に日本を離れてらしたんですね。はい。つまり噂については知りようがなかったわけですな。そうです。なるほど。その噂について知っていればマンションは建てなかったと。ええ、もちろんです。施工を依頼した販売会社の人が私に教えてくれていれば、こんな変な噂のある土地にマンションなんて建てません。販売会社、あれか、メガネのモブ、なんとかエステートの川島。つまりその販売会社について調査をしたいと。それもあります。ですが調査の中心はあくまでも噂の真偽についてです。販売会社の人間が隠す噂なら、その噂の信憑性も高いはずです。しかしどうやって調査をすればいいんでしょう。実は来週ですけれども、マンションの販売を兼ねた竣工式が行われるんです。竣工式ですか。ええ、その日はマンションの完成披露パーティーがあるんです。とは言ってもまだ未完成なんですけど。未完成なのに竣工式をするんですか。はい、この春先の時期に派手に売り出すべきだと販売会社が強く主張したものですから。なるほど、ある意味未完成なんや。つまり私をその竣工式に出席させて、そこで集まる販売会社などの関係者からくだんの噂についての事情を聞き出したい、さらに噂のことを隠していた人たちの真意を知りたいということでしょうか。あ、はい、そうです。それで私が調べた結果、噂が本当だったとしたら、その後はどうなさるおつもりです？そうですね、場合によっては法的手段に訴えることも考えています。というと裁判ですか。ええ、なるほど。どうでしょう、引き受けていただけますか。金持ってそうやしな、依頼料がっぽりもらおうや。毛利さん、話は分かりました。はい、この毛利小五郎、あなたのためにお引き受けしましょう。言うと思うた。本当ですか、ありがとうございます。ええ、すべて私にお任せください。なはははは。あ、藤井さんが美人だから引き受けたな。あと金持ち。それではこれが竣工式の招待状です。あ、これはどうも。マンション名は、なんやろ、マンション名出てきたっけ。なんかおもろいの考えたいけど思いつかんな。マンション名はデデン、ビラグリーンセダー。なんやろ、ビラって何だったっけ。ビラは屋敷とか別荘って意味。ここの詳しい。グリーンセダーというのは、セダーは杉という意味です。マンションが建っている場所の地名が若杉と書いて若杉というものですが、その読みをそのまま英語にしたらしくて、グリーンには若いという意味もありますから。なるほどね、ビラグリーンセダー。その名前もマンションの販売会社が、ええ、販売と管理の全てを任せていますから。直訳家はどういうセンスしてんだ。日本人わからんからな。竣工式にはランさんとコナン君もご一緒にどうぞ。え、あ、いや、こいつらはいいんですよ。
僕行きたい行きたい。ダメだ、私もできれば行きたくないな。そう、ラン怖い話とか階段系お化け系とかがすごく苦手で、そう苦手なんよね。だからアニメで妖怪系、山村警部が出てくる話とかほぼ妖怪系やから、めちゃくちゃビビるランが見れるっていう、あんなに強いのに。犯人とかにはもう空手で立ち向かっていくのに、お化けがいるかもだけでキャーってなるやつね。でもコナン君だけ行かせるわけにもいかないし、お父さんも心配だし、巻き込まれるんだね。お前らは邪魔なんだよ。そんなことありませんよ、ぜひいらしてください。それとこれは手付けの半金です。調査が終わった後に残りの半分を支払いするということでよろしいですか。結構ですよ。で、こんなにいただいてよろしいんですか。いくらなんやろうな。うわすげえ額。うわすげえ美人と一緒で、うわすげえ額。さすが今一番勢いのある IT 企業。こぎって、こらこな、ガキが覗き込んでくんじゃねえ。それでは今日はこれで失礼させていただきます。後日マンションでお待ちしておりますので。調査の前にマイキンに手をつけるのが小五郎や。寿司とか食べたんかな。しかしまあこうしてやってきたものの、改めて考えてみても結構厄介な依頼だよな。場合によっては訴えるってのも穏やかじゃねえ話だしよ。そうよね、調査の内容も探偵の仕事っぽくないし。確かに調査の内容が噂の真偽っていうのが妙なところではある。しかし藤井さんも冗談で依頼をしてきたわけじゃないだろうしな。ちょっと現時点で分かっている情報を整理してみよう。助かる。もうほぼ忘れたしな。推理パートについて。推理パートとは今までに起こった出来事を整理するゲームパートです。そうか、そういうことだったのかってなるパートかな。コナンの問いかけに対し今までに取得したファクターを選択することで進めていきます。自問自答か。まずは今回の依頼人について。この依頼をしてきたのは誰だ。藤井さん、なるほど。B ボタンで選択の決定です。 A ボタンを押して B を押すってことね。画面右上には選択しなくてはならないファクターの数を表すマークランプがあります。選択するファクターが複数ある場合にはこのアイコンの数が増えていきます。アイコンの色が赤だと選択していることを示します。あ、なるほどね。ファクター選択時の目安にしてください。まずは今回の依頼人について。この依頼をしてきたのは誰だ。これで選んだ赤くなって、 B で決定して確定。なるほど、クリティカルヒット。そう、依頼人は藤井秀美さんだ。次に藤井さんの依頼内容について。藤井さんはある噂について調査を依頼してきた。その噂とは何だ。噂はこれやな、ね、ピーな村ね。そう、若杉という土地に伝わる噂らしいが、その土地にあった村がピーの村と呼ばれているのかは今はまだわからない。そして今この土地には藤井さんが建てた建造物がある。それは、そっか、今でこそさ、ググったらさ、わりかしいろんな情報出てくるけど、
この時そんなにあれやな、スマホもなかった時代やもんな。ゲームボーイアドバンスやったら。何聞かれてたっけ？え、何聞かれてたっけ？今何聞かれてるかわからんの嫌やな。あ、建造物がある。それは？デレン、デラ、グリーンセダー。オッケーオッケー。そう、このリゾートマンションが調査に向かう場所だ。そして今回の依頼対象の一つであり、藤井さんがこの依頼をするきっかけを作った原因、それは何だ？会社ね、販売会社ね。そう、藤井さんが施工を依頼した販売会社について、今の分かっているのは、その会社が土地に関する噂を藤井さんに言わずにいたこと。 P の村、その噂がもし本当ならマンションの販売に影響が出るのは確実かもしれない。藤井さんの言うように法的手段に出る必要が出てくるかもな。なるほど、この調査はそのための証拠固めか。以上のことから考えられるのは、仕事内容はさておき、依頼内容はさておき、藤井さんは遊びでこの調査を依頼しているわけではない。では、それを証明できるものは？多額の小切手。半金だが、かなりの額面が記されている。P の村の噂を調査するにあたり、藤井秀美から渡された調査報酬の半金。そう、この小切手だ。いくら IT 企業の社長でもこの額面は道楽じゃ出せない。いくらなんやろ、マジで出せん金額って。これが藤井さんの気持ちの表れなら、つまり藤井さんはかなり真剣に調査を希望しているってことだな。しかし販売会社が隠蔽しようとする噂の調査か、厄介だな。まあとにかく、どんなに厄介な調査だろうと、これは美人の依頼だ。はあ？小五郎ちゃん頑張っちゃうもんね。ちょっとお父さん、こんなんで依頼人の期待に応えられるのか。放送、あ、読めなかった。ご来賓の皆様になんちゃらかんた、まもなく夜の部の竣工式が始まります。お、そろそろ行くとするか。もう、ははなお、当マンションのオーナーである藤井秀美が皆様をエレベーターにてお迎えに上がり、パーティー会場であるロビーまでエスコートさせていただきます。ほう、藤井さん自ら出迎えか。生きてるかな藤井さん、まだ大丈夫そう。へえ、わざわざ出迎えるなんてすごいよね。お迎えに上がるエレベーターは、東棟と北棟の間にあります1号エレベーターです。招待客の皆様には誠に申し訳ありませんが、オーナーが皆様をお出迎えに上がるまで、エレベーターの前にてお待ちください。また、今から竣工式が始まるまでの間、エレベーターの呼び出しボタンはご使用になれません。あらかじめご了承ください。なるほど、事件始まってきた感じする。はは、いやでもエスコートするってわけね。そんじゃ行くとするか。あ、終わった。リザルト、ちょ、ノーヒッ、え、おっと、油断は禁物だぜ。 B か。え、そんな？あれじゃ、キッチン一回調べちゃったぐらいじゃないん？ B か。悔しいな、B。やり直す？まあでも事件解決にはそんなに影響しなさそうよね。このコインでなんかできるんやろうけど。あ、で、勝手に進むのね。
ファイル2以上で終了です。また次回ファイル3からやっていきたいと思います。バイバイ。